もう撮ってるんですよね、それ。ずっと撮ってる。よし、じゃあやりましょう。先週から。先週から俺何ずっと撮られちゃう今日は俺が何者なのかっていうことを話したいなと思って、はいはい、で、まあ、なんかみんな見てくれてる人は、うん、こいつ誰なのってなってる人もいると思うし、まあ、何がしたいのっていうのも、うん、多分なってると思うし、で、まあね、いろいろちょっと見てくれる人もちょっとずつ増えてきたから、うん、なんかこのタイミングでもう俺が何を普段やってる人なのか、はいはい、でそのどういうことを思ってこの YouTube をやってるのかとか、なぜ始めたか、そう、なぜ始めたかとか、うん、でこの YouTube で何をしていきたいのかとか、うん、でそういうことを、まあ、今日は話したいなと思って、はいはい、だから、まあ、この動画見てもらったら、うん、まあ、俺が何をその持って YouTube で発信してるのかっていうのと、うん、どういう目線で、うん、そのね、今までファッション関係のもの、洋服とか靴とか、うん、そういうのをどういう目線で話してるのかみたいなことが分かってもらえると思うから、はいはい、だからもう絶対最後まで見てほしい。なるほど。そうっていう感じかな今日は、はい、うん、プロフィール的な感じ。そう、プロフィール的な感じ、うんうん、で、まあ話すと、俺は今フリーランスで、はい、ファッションデザイナー、まあ、洋服のデザインしてるんだけど、うん、まあ、なんかいろんなあの会社とか、はい、まあ、セレクトショップとか、うん、いろんなブランドとかと契約して、うん、でそこの洋服をデザインしてっていう活動を今してて、うん、仕事としては。でただそのフリーランスになったのが2020年の2月おで、もう2ヶ月ぐらいで、フリーランスになって2ヶ月ぐらいでコロナが来てそうだね、そう、それがお店が全部閉まっちゃって、うん、自分がデザインしたものが一切届かなくなっちゃったわけ、うん、で、まあ、俺としてはその自分がデザインしたものが人に届いて、うん、で高揚感を感じてもらってっていうことをしたかったのに、はいはい、全く届かない状況になっちゃって、うん、でその状況がやっぱり自分としてはすごいもどかしくて、そうだね、で何かこうやっぱ自分がもう直接発信することがやりたいと思って、うん、この YouTube を始めたっていうコンテンツとして、ね、そう、うん、っていう経緯がまずあるかな、はいはい、うん、あの自分がこう思ってるそのいいなって思うものとか、自分が今までこう高揚感を得てきたようなものとかっていうのが、うん、まあ、やっぱりその同じくいいなと思ってもらえる人って、うん、まあ、いると思うんでね、うん、まあ、そうじゃない人もいると思うけど、うん、でもあの絶対に同じ感覚で、まあ、同じものが好きだとか、はいはい、あ、こういったものいいよねって思ってもらえる人もいると思うし、うん、だそういう人たちに向けて俺がまああのデザインを発信していけたらいいなと思ってて、うん、ゆくゆくはね、うん、で、そのために、まあ、俺はこう今自分がこういうデザイナーとしてこういう視点でこのものいいよねとか、はいはい、こういうとこが良かったよねみたいなことを、うん、あの発信してるんだけど、うん、でそれに対して、まあ、俺も普段デザインしてるものとか、はい、これからデザインしていくものとか、うん、そういうのもどんどん紹介していきたいし、うん、でそれで、まあ、その洋服着てもらって、でまあ、高揚感を感じてもらって、うん、で日々さ、なんかこういいマインドでなんかちょっとこうテンションが上がって暮らしてもらえたら、うん、俺としてはすごく嬉しいし、はいはい、まあ、なんかみんななんかそれでハッピーになれるのかなみたいなところがあって、うん、そういうことを将来的にはやっていきたい。でもなんかファッションってさ、そういう力がある、うん、やっぱり人ってさ、なんか普通になんかもうこう着慣れたものバーって着てる毎日よりかは、ちょっとこう新しい洋服例えば着た日って、うん、若干ちょっとテンション上がるじゃん。そうだね。それがファッションってすごいなってもう本当思ってて、はいはい、だからファッションが好きで、うん、でもう自分もそれを発信できる側の人間になりたいと思って、うん、まあ元々は、ね、洋服のなんかこう洋服屋の店員とかになりたいなと思って、はい、うん、で洋服屋の店員になってで物を売ってたんだけど、うん、でもやっぱりそのやってるとこれを作り出す側に俺はなりたいなと思って、で、まあ、学校も俺出てないけど、うん、洋服のね、デザインの学校も出てないけど、うん、でも片っ端からなんかデザインアシスタントみたいなのにもう応募して履歴書を送りまくって、そうで、まあね、運よく拾ってくれたとこがあって、うん、
で、まあ、そこでいろいろ学ばせてもらって、うん、それがでかかったよね。それがでかかったと思う、本当に。普通だったら絶対取ってくれないし、ね、契約もしてくれないんだけど、まあ、そういった形でやってくれて、うん、でまあ、その後あのアパレルの会社とかをちょっと経験して、で、まあ、いろんなことを経験して今フリーランスになってっていう形の経緯だから、うん、まあ、これをね、もっとなんかいろんなブランドだとか、まあ、あとはもう自分で直接何かものを作ったものを、うん、あの人に紹介していけたりとかできたらいいなと思ってて、はいはい、うん、まあ、なんかその挑戦をこの YouTube でしてるっていう感じかな。あ、うん、そうだね、うん、まあ、もちろん物は紹介して、うん、でどういうものを作ってるかとか、どういうものをまあ買ったかとか、でそういうのをどんどん出していくんだけど、うん、その自分がなんかこう作ったものを人にちゃんとこう提供していきたい、直接提供していきたいっていうのがやっぱりあるかな、うんうん、それがもう本当このコロナ、もうフリーランスになって2ヶ月でコロナになった時に、うん、まあ、本当に思ったこと、そうだ、ね、うん、かな。だからそういう挑戦をもう本当応援してほしい、うん、なんか、うん、いいなと思った人は応援してほしい、そうだ、ね、うん、なんかそうすると自分も頑張れるしね、うんうん、ピンチをチャンスに変えるじゃないけどね。そう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 、だってもう本当に2ヶ月でピンチきたからねきついね。そう、だからその時にさ、なんかね、サッシーとやるっていうこのことになったけど、うん、全くなんかあれだったもん、スムーズだったもん ね、うん、YouTube やりたいんですけど一緒にやりますって言ったらえ、マジで俺もそう思ってたよ、やろうもうそれで決まりましたそうそうそう、すごかったね。なんかそういうなんかいい偶然というか、なんか一致もあって始められたから、うん、まあ、だからこれからは、なんだろう、今まではもう買ったものの紹介とか、はいはい、あの、そういう感じだったけど、うん、これからはそれももちろんやりつつ、うんうん、でさらにはその俺はまあデザイナーとして普段洋服作ってるから、はいはいはい、そういう目線でなぜ選んだのか、うん、なぜこれを買ったのかみたいなこともお伝えできると思うし、うん、で、あとはその俺がどういう風にデザインしたか、うん、どういう風に物を作ったかみたいな、はいはい、多分その作ってる側の裏側ってあんまり聞けない話だったりすると思うから、聞きたい人もいるだろうしね、うん、多分でなんかそういうことも、うん、あの話せていけたらいいのかなとは思ってて、はいはい、作がデザインしてるもののバックボーンとかね、話せたらいいよね。そう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 、なんかなんでそう思ってこうデザインしたかとか、うんうんうん、なんでこの生地を使ってるかとか、そうだね、なんかそういうことがもっと直接伝えられたら、うん、あのすごくなんて言うんだろうな、俺も、まあ、デザインして伝えられてない部分もたくさんあると思うし、うんうん、そういう部分が伝えていけたら一番望ましい、うんうん、それで買ってもらった方がなんか一番 ね、 そうだね、うん、分かんなくて買うより分かってて買った方が絶対見えた方が、うん、いいと思うから、うん、なんかそういうことをしていけたらいいかな。そうだね、うん、今後はじゃあね、サクがデザインしてるものとかも紹介できたらいいよね、動画で。そうですね、うんうん、そういうの紹介していきたいですね、うん、今日もちょうど着てるしね。そう、今日もこれ、ね、自分でデザインしてる洋服を着てるから、うん、まあ、こういうの、まあ、次とかこれとかね、うんうん、いいね、いいかも。じゃあ次の動画で、うん、じゃあ次の動画でこいつを、はい、なぜこういうデザイン、うん、っていうのをやれればお楽しみにという、はい、そうですね、はい、なので、チャンネル登録と、あとグッドボタンで、あとは、コメントをお願いしますと、はい、コメント嬉しいもんね。そう、コメント嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいなんか頑張れるなんかああいうの見ると、ね、落ち上がるよ、うん、上がる、はい、だからお願いします、ぜひお願いします、はい。